少しなんて言えばいいんだろう、捉え方人それぞれあると思うんですけど、俺は少しやっぱり影があるキャラクターなんじゃないかなと思って、顔の下の子とかっていう表現があるように、やっぱり明るく振る舞ってる裏で少し影があるようなキャラクターだなと思って、解けない魔法も今回の新曲で見つめてくれるなら、もうものすごいアップテンポに爽やかな曲調なのに歌詞が意外と切なかったりとかっていう風なところで、すごい歌手清水らしいなと思って、絶対この曲がいいっていう思ったので、皆さんも多分きっと気に入っていただける曲だと思います。アモーレアモーレ遠すぎてこの手を伸ばしても届かないなら、君の全て裏に立ってしまおう。フルだと多分24アモーレぐらいアモーレしてるんですけど、かなりそうですね。でも強烈なインパクトはやっぱり欲しかったし、すごい結果的に聴けば聴くほどいい歌だなと思うんですよね。なかなか情熱的で、じゃあまた衣装もさらにインパクト大な衣装ですから、でもやっぱりこう赤い花とかなんかそういうのをイメージする方も結構いると思うんですよ、歌手清水って。なんで それにすごい合ってる曲だと思いますね。何よりキャッチーでお客さんもすぐに覚えられると思いますね。刀剣乱舞一人でやるっていうことでも、なんかそれこそ小木常丸役の北園涼とかとカラオケに行ったりするとたまに刀剣乱舞歌おうぜとかつって歌ったりするんですけど、歌いきれなかったんですよ一人では。刀剣乱舞ってですんげー大変な曲なんだなって改めて再確認した上で、一人刀剣乱舞があるっていう話を聞いた時に結構頭抱える感じだったんですけど、でもなんとかいけちゃいましたね。で歌詞がだから A メロ B メロの5つ5人分の歌詞が変わっちゃってるんで、そこを、まあ、聞いていただければ分かると思うんですけど、もうこれ歌手らしい歌詞になってて、しかも振り付けの方も結構歌詞に合って振り付けだったりとかするんで、そっちもぜひ歌っていただきたいなと思いますね。で、シンクのバラ用に戻ってくるっていうのがまたおしゃれですね。果たすために見つめに咲いたシンクのバラよ、夢に溢れて涙を流夜吹き抜けてく風が僕に語りかける、泣いてもいい、もう一歩踏み出せば男はまた強くなれる、過去の自分声すために戦うのさ、もう迷わない。でも男道はもともとDメロのいわゆる落ちるところって言われる6人が別々に歌い上げるところ以外はもともと全部歌ってたんで、そこに特になんかこうあれだとかっていうことはなかったんですけど、太鼓をやってからですからね、太鼓はかなり大変だって言いたいところですけど、大変じゃなかったんですよね意外と。やっぱり昔ドラムを少しだけかじってたんでうまくはないんですけど、だからそれをやっててよかったなって思いました。楽しくできた。